皆さん、こんにちは、パク・ジュニョンです。皆さん、お元気ですか？今日はですね、皆さんと何か楽しいことがないかなとずっと考えてまして、思いついたのが、前回皆さんとダルゴナコーヒーを作りましたよね。皆さん作ってみましたか？いかがでしたか？美味しかったですか？甘くて大人の味のダルゴナコーヒーに続きまして、ジュニと一緒に作ろう第2弾ということで、皆さんとなんか、簡単だけど体にいいもの、そういうものないかなと思いまして、思いついたのがヨーグルトです。皆さん、ご自宅でヨーグルト作ったことありますか？僕はたまにヨーグルトを家で自家製でですね、作って飲んでまして、ヨーグルトは本当にこう腸にもすごく良くて、腸の健康は免疫力もアップアップしてくれるので、皆さんとヨーグルトを作って免疫力をアップアップしたいと思います。今回のヨーグルトは、家でどうやってヨーグルトを作るのと思う方がたくさんいらっしゃると思いますが、はい、この牛乳、そして市販のこのヨーグルトを使ってヨーグルトを作るんです。このヨーグルトを、この牛乳を利用して増やすことができる、そういう風にヨーグルトを作って飲んでみたいと思います。でもですね、ヨーグルトはこれだけだと作れないです。ヨーグルトメーカーが必要なんです。ヨーグルトメーカーは電源を入れてヨーグルトができるのを待つ、そういう機械なんですが、今回のこの映像ではそういった電源が入るものは一切使いません。電化製品は一切使わないで簡単に作ることができます。結構前にヨーグルトを作ることがブームになってたんですが、その時ヨーグルトメーカーとか炊飯器で作るとか流行ってたんですが、どうすればヨーグルトができるのかちょっと調べてみたら、一定の温度を保温すること、長時間保温することでヨーグルトを発酵させてヨーグルトが作れるそうなので、僕もそこに着目して、手に入れやすいものでヨーグルトが簡単に作れます。それはじゃじゃん、こちらです。はい、北海道ですね。お家に持ってますよね。特に今年、そして去年の冬は暖冬と言いまして、そんなに寒くなかったので、このね、北海道の出番が少なかったと思います。なのでお家にたくさん残ってるんじゃないかなと思います。この北海道を使ってヨーグルトを保温させて発酵させてヨーグルトができるかどうか、ヨーグルトを作ってみたいと思います。じゃあできるかな、一緒に作りましょう。それではヨーグルトを作りたいと思います。牛乳 500ml をこの用意した容器に入れてください。500ml の牛乳に対してヨーグルトを3スプーン入れます。3スプーン入れたらよく混ぜてください。はい、蓋を閉めて、この北海道を貼るだけ。はい、北海道を貼ったら、保温するためこのスティロポール容器に入れて保温します。熱が逃げないように毛布とかタオルを入れます。ヨーグルト作りの準備はもう全て終わりました。このまま僕は8時間ぐらい置いときたいと思います。8時間後にはこのヨーグルトがちゃんとできたかな、どうかな、皆さんと一緒に確認してみたいと思います。それではこのまま8時間待ちます。
じゃーん。皆さん、8時間が過ぎましたので、早速この絵を開けて、中身どんな感じか確認していきたいと思います。じゃあ皆さん、見ましょう。あ、皆さんまだ暖かいです。北海道です。まだ暖かいです。じゃあ中身はどんな感じか。じゃん。お、なんか固まってます。プリプリと。じゃあ開けてみますね。うわあ、皆さん、絹の豆腐のように中身が固まってます。市販のヨーグルトと同じ感じです。はい、こんな感じになりました。それではこれを冷蔵庫に入れて冷やして食べたいと思います。パクジニョン自家製ヨーグルト完成です。8時間待って冷蔵庫で冷やしたヨーグルトがこちらにあります。これを美味しく食べたいと思います。普通にこのまま食べても美味しいですけど、僕はヨーグルトに蜂蜜を入れます。こちらの蜂蜜は巨峰味の蜂蜜です。これを入れて美味しく食べたいと思います。北海道で市販のヨーグルトと同じ感じのヨーグルトが作れました。それでは食べます。固まってますね。こんな感じです。では蜂蜜を入れます。いただきます。美味しいです。わあ、このヨーグルトの風味がとっても、ね、まろやかで美味しいです。そしてこの蜂蜜の甘さとともに美味しく食べます。ぜひ皆さんも北海道でヨーグルト作りチャレンジしてみてください。はい、皆さんと一緒に美味しいヨーグルトを作ってみました。機械を使わずにお家にあるものを使って簡単に作りました。はい、皆さんいかがでしたか。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。今回このヨーグルトで皆さんと免疫力をアップして元気よく楽しく過ごしたいと思います。それでは皆さん、この映像が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。